ご紹介いただきました山口大の高橋です。今日ですね、関東まず調査結果のお話をします。これ電子国土にあるですね、汚染マップでセシウムの沈着量を示したもので、薄緑ぐらいから事実上放射線管理区域になるだろうと言われている領域です。しかしながら実際には国は、いわゆる30キロ圏内とか避難区域ですね、黄色と緑あたりの部分だけを避難区域に指定して、あとはしらばっくれるとということをやってるわけです。で、関東に関して言えば4月にはこう汚染されてるという情報は入ってた。でところが5月になると文科省や読売新聞がデマだっていう報道を流して、でこれは何も謝罪も何もしてないんですね。これ結局まず我々が、関東で調査をしようと。でその時にまず一つは、福島県内の調査はたくさんあるし、福島から出てった避難者の調査も比較的なされて、そんなにたくさんあるわけじゃないんですけど、だけど関東の人たちのデータが何もないですよね。で、もちろんそういう資料を集めてしまうと今度はそれがエビデンスになって自分たちの首を絞めるかもしれないからなわけですね、官僚性的に見ると。これに対して私は何をしようとしたかというと、要するに放射能汚染状況とか健康リスクに対して、あんまりいい言葉じゃないですけども、ネット用語だと安全中と危険中というか、その安全よりの想定をする人と危険よりの想定をする人がきれいに分断してしまってるわけですね。でところがその政府見解でもそうですけども、その健康不安を抱く人っていうのはそれは過剰不安だとか恐怖に煽られてるとか非科学的だとかリテラシーが低いんだとか、あるいはある官僚はクソ性欲、有名な方だけじゃなくて僕別の方からも同じセリフを聞いたことがあります。そんなことをそんな風に認識してるわけです。でところが私社会心理学者として言わなきゃいけないのは、緊急避難行動とか災害避難行動で言われているのは結局自己判断とか知識とか覚悟がない人は緊急行動できない、緊急支援できない。緊急支援に必要なのはある種の確信、直感でも構わないんだけども、その確信が自分で確信があって、それでどうすればいいのかノウハウがあって、でそのことを他の人から笑われたり蔑まれたりしても構わない、そういう覚悟がないと人間は行動できないということが言われてきたわけです。にもかかわらず、なんで今になって行動している人をですね、過剰神経症の人パーソナリティだという位置づけをするのか全くわからないわけで、その安全寄りの判断している人と危険寄りの判断している人でどういう特性を持ってて、それぞれどういう根拠でどういうメディアリテラシーがあって、あるいはパーソナリティ特性がどうなのか、そういうことを、そういうことを調べるために、私は極端にそれこそすぐ飛び出してた人、沖縄とか、岡山とかですね、人と、大量にみんなでっていうかすぐ福島の近くに避難した人、そして福島に留まってる人、この3つのグループを、比較調査するということをやったわけです。で、その延長線上でというか、この調査も実はやっております。承知のようにですね、除草生協とパルシステムさんの宅配ルートを、活用させていただいて、その生協さんの分と幼稚園さんの分のデータがあることで、生協さんに入っていることでどう反応が違うんだろうか、あるいはその幼稚園ごとの違いは実際どれだけあるのか、こういうことを調べるように設定したわけです。で5つの項目、基本属性と直後に何をしたかと、現在の不安と対策、行政に対する評価、マスコミへの信頼、こういったことをやりました、調査しました。で、見て分かる通りですね、その、茨城の分は上層政協さんの分だけで、千葉の分が、何種類かデータがあるという形になっております。で
回収率自体は全体で3割ぐらいだったんですが、そのうちの回収されたものの半分近く4割以上の方がみんな自由回答に書いてて、中には便箋付きで来てる方も何人かいて、で学生に全部打ち込めっていう指示を出していたので、学生が途中で泣き出してっていうか、これ本当に全部打つんですかって言い出してですね、熱意のこもった文章、たくさんのお手紙もいただきました。日本では実際に調査票を巻くとこんなふうに、まあ、生協さんあるいは幼稚園学校ルートで巻くとこんなふうに 95% が女性と書いてます。ここではちょっと答えた男性が代表性があるかっていうと、ね、多分男性としての代表性はあんまりない方だと思うので、女性だけのデータで分析をしてます。で、もう一つですね、まあ、幼稚園と生協を別々に集めたこともあって年齢構成 2コブできてます。まあ、これは分析する上でもちょうどいいんですが、小学生以下の子どもがいる家庭といない家庭、いる女性といない女性、それで分けてます。まあ、ほぼ年齢とね、こうするんですが、まあ、実際の影響、いろんな行動選択の影響は子どもいるかいないかです。一番避難に影響するのは子どもの学年だと言われてます。子どもの学年が幼稚園の時は一番動きやすい、幼稚園で 母親が専業主婦だと動きやすいけども、それが小学校高学年になるとかなり動きにくくなって、中学校になるともう絶対動けない、という状態になります。高校になると大学進学まで待つ、こんな状態になります。それで各市町村のサンプル数がこれです。一応松戸がかなりの数を千葉の部分は占めてますが、主な8市で示すときはこの上位の8市の分だけ、茨城4市 と、千葉4市でデータを出しています。まあ、あとは基本的に茨城の小学生あり小学生以下千葉でありということと、なし茨城の分でなし千葉の分でなし、この4グループで比較をしています。それで実際に震災直後に何をどんなふうに行動してたかっていうのを見てみますと、多くの人が特に茨城の青が茨城で子どもがいるお母さん方が非常に活発にほとんどの項目で 6,7 割活動してたっていうことが分かり、でそれに対して千葉の方は同じ、ほぼ同じ地域なわけですけども、水道水だけ多分様子かなんかが最初出たんでしょうね、それですぐ反応してて、それ以外はかなりですね、茨城の分と比べると2割ぐらい差がある、反応する比率が少なかったということが分かります。で3つ目として、その外食とか外遊びは意外とですね、その他の項目と比べると抑制されなかったということも大きな特徴かなと思います。で実際にサンプルの回路によってどれだけ違うかで、千葉の分はその生協加入者も幼稚園分もあんまり変わんないんですよね。茨城の分だけが大きい、だからこれ生協の影響では影響というよりも茨城の特異性だということが分かるわけです。で実際に僕見てみたらこんなんでした。これ県外避難したかどうか、筑波だけダントツなんです。まあ先ほどの、ホットスポットができてるという情報なんかにしても、まあ、きっと筑波には非科学的な人多いんでしょうね。こういう迷信が多分行き交うんでしょうけども、おそらく、まあ、福島のデータとか僕避難者のデータ見てもですね、まず情報があるかということと動きやすいかどうか、外から来てる人はやっぱり動きやすい、もともと地付きじゃない人は動けるんですね。であと、まあ、さっき言ったように主婦かどうか、お母さんも仕事をさすがに捨てるとなるとかなりの覚悟がいい。重回帰分析って言うんですけど、言ってもわからないんですよね。影響力マイナス1からプラス1まで影響力の大きさを示したものです。星印がついてるのは統計的に優位だということです。だから、さっき挙げたようなその、水を注意したとか県内の野菜を食べなかったとか魚介類注意したとか、それの回答数に影響を与えているものをまあダーッと
まず最初に積極的情報収集している人がそういうことに注意してる、まあ、それはそういう想定で入れてみると、まあ、年代が若いほど茨城県に住んでるほど主婦であるほど、子どもが、まあ、未就学児だったり小学生だったりしたほど、あるいはチェルノブイリや専門家のブログ、これが一番まあ効くんですけども、こういったものが影響を与えてリスク回避行動が起こる。でこの時特徴的なのは、そういうネット情報だけじゃなくて口コミとか広報とか、こういった情報にも、情報がアクティブであれば、それが伝統的なネットワークであれ新しいネットワークであれ、どちらでも影響してた直後はです。でこの直後に、例えばパーソナリティで皆さん最後に心理テストがあったのを覚えてますかね。なんでこんなのやらせるんだって結構書かれましたけど、あれが私の本当はメインで、あれを本当は一番前に持ってきたかったんですが、さすがに断られてですね、一番後ろに下がったんですが、これどれだけ心配性かっていうことを測ってるんです。で心配性で、政府の想定によれば心配性だから、で子どもがいて心配性すぎるから、食品を気にしたりしてるんだっていうのが彼らの説明ですが、それ入れてもですね、まあ、あんまり影響がないということが分かります。でじゃあ現在はどうか、先ほどと同じスケール、先ほどはだいたいこの辺まで、茨城のお母さんたちはこの辺ぐらいまでありましたけど、今その半分しかない。で小学生以下がいない場合はもう過半数、これ黒灰色と赤がそうですけど、これはもう対策何もしてないという人が、ね、小さい子どもがいない場合は対策してないという人が過半数で、小学生以下のいる茨城のお母さんたちは牛乳と魚介とですね、水ですね、千葉はなぜか水は1回買うとやめられないんだとかいう話を脇さんがしてましたが、それが本当かどうかは分かりませんが、3点ですね、まあ、ヨウ素とセシウムがよりもむしろ、まあ、ストロンチウムとかの方が気になるから、こういう対応になってるんだと思うんですが、こういうふうに変化してきた。じゃあ現在そういうどういうことに気をつけているか、気をつけている人はなんで政府の発表を信じてないから気をつけているわけですけれども、そういう人はどういう特性があるんだろうか、まあ、この調査した時の3年半でですね、まあ、直後は平均 5.7 個までついてたわけですが、お母さん方、小学生以下がいる小さい子供をお持ちのお母さん方では 5.7 個までついてたんですが、それが今は 1.8 個に減ってるわけです。小学生ない場合も 3.2 個だったのが平均で1個にまで減ってるわけです。で前と違って重要な特徴は、その同居家族が大きかったり、家の付き合う家が参加している団体が多い、まあ、要するにその地域で地付きでいろんな近所関係が複雑にある家であればあるほど活動数は減ります。そして次の2つが特徴的なんですが、その喋らない人は実はいろいろ気にしてる。だけど、気にしてない人は考えないようにしてる。この違いですよね。そういう放射能汚染の問題を考えない。自分は気にしすぎだと思って考えないようにしてる。こういう人は行動はしてない。行動してる人は行動はしてるんだけど、でも人前では喋らないようにしてる。喋ると圧力が生じるから。さらには震災後の子どもの体調変化があったと答えた人、それがこういうのを一貫した少数派というんですが、自分の中に確信がある、そうすると意見は変わらない、動かないわけですね。それ全体として投資で見ると、まあ、一番影響力が強いわけですけども、少数派というのは得てして中央から離れたところで確信を持って小さな塊を作って、その塊の中ではマジョリティなんだけども、全体として見ればマイノリティになる、こういう形で、まあ、生き残ります。で、先ほど最初に言った放射線恐怖症だという考えで、神経質かどうかの尺度を入れてテストしてみると、こんなの全然効かなくなって効いてませんでしたという話になるんです。で、まあ、これからもう少しちょっと復縁してですね、どんな内容の項目がどれだけ減ったかって見ると、先ほどもちょっと言ったように水道水とか魚介とか
あるいは牛乳、こういったものは実は落ち方が小さいんですね、他から見ると。逆に言うと、まあ、その野菜とか、あるいはまあマスクとかはあまりみんな気にしないようになっている。それがもちろん正しいかどうかは分からないですよ。ただ全体として見れば、そこの対策っていうのはまあほぼなされなくなっていて、その3根がほとんど対策の項目になっているということです。さらにこれは購入利用ということで、これはいつ買ったのかいつ利用したのか分かりませんが、先ほどの行動と比べてみると、千葉と茨城の差があんまり比較的なくなります。遠隔地の水や水道水、あるいは野菜とか米とかですね、こういった点はおそらく生協さんの効果だと思います。でちなみに、測定器とかですね、キャンプはそうでもなかったんですが、こういう食品の測定経験とか、これはさっき言ったようにつくばと守谷あたりが極端に高い、まあそういう機会がある、あるいはそういう何でしょうね、習慣がある、まあそういったことでだいぶやっぱり変わってくる部分があるんだと思います。さらに放射能汚染の認識、これ市町村について、自分が住んでいる市町村について聞いています。で茨城だと生協の組合さんですけれども、組合さんの中では多少注意をする方が必要だというのを入れると、8割近く7割強実はマジョリティなんですよね。ほとんどないっていうのはマイノリティです。でも千葉で、まあね、これ、まあ、幼稚園のお子さんの分とか高齢者の分が多分入ってると思うんですが、そこだと、まあ、ほとんど影響はないという方がマジョリティになります。これ男性だとおそらくは、まあ、ここで回答してないような、このこういうアンケートに回答してないような男性だと、おそらくこれの逆転した数が男性になると思われます。結局男性で仕事メインで生活を送っているような人はあんまりそういう意識はないでしょう。それぞれこういう汚染認識の違いというものが、例えば自分の地域が重点汚染状況重点調査地域に指定されているかどうか、この回答が当たっているかどうか、これを比べてみました。汚染状況はほとんどないと答えた人は、で正解している人は 7% しかいませんでした。それに対して一部で、健康に影響被害が出ているという人たちは 65% 正解していました。どちらの情報が正しいんでしょうか。という話です。で測定経験も同じように入れてみました。自分で外貨カウンターで測定したことがあるか、買ったかどうかですね、あるいは食品測定を依頼したことがあるか、当然、まあ、ほとんどないと思っているから頼んだことがないのかもしれないし、検査してないから汚染がないと思っているのかもしれない。でもこちらの人は検査したことがあるので、もし低かったり違ってたら、この見解は修正されるはずです。こちらは修正されないまま非常に高い割合を示しているわけです。つまり公正認識のグループほど実は重点調査地域の正解率も高いし、測定結果も高くて、低汚染地域の方は多分そうであればいいという願望程度で情報をシャットアウトしている状況が生まれているわけです。で放射能汚染、先ほどの汚染状況について、じゃあ不安があるからなんかガセネタつかまされてるんじゃないかという批判を食らうかもしれませんので、不安の度合いを調べてみました。そうすると、赤で示したのは地震の不安です。大きな地震があるかもしれない。ここのグループだけちょっと大きいですけど、それ以外はあんまり地震の不安は変わりません。さっき言った神経質かどうか、この特典もほとんど変わりません。で、それなのに、原発事故で健康被害があるかもしれない。この予測だけ非常に汚染認識と密接に関係しているわけです。単純に不安が大きいから、あるいは個人的に神経症だから、ね、汚染認識をしているというわけではないわけです。で実際にですね、そういう人たちの汚染認識をしている人たちの特徴で、まあ、顕著なのは自分から勉強した、自分からチェルノブイリの情報を集めたり、
まあ、被災者支援法について勉強したりした茨城のお母さんたちで、まあ、かなり当てはまると当てはまるで、まあ、6割5割強ですね、千葉だとまあ4割程度、になるわけです。これ私他の人の出た福島県の中にいる人、は3割ちょっとしかありません、みんなお母さんです。これ 女性のお母さんです。そして福島県の中にいて1回避難したことがある、これは5割近くあります。実際に福島から山形に出てきている人8割です。福島から沖縄に出ている人 8割5分です。関東から沖縄に出ている人も8割です。関東から岡山に出ている人も7割ちょっとです。チェルノブイリの情報がやっぱり圧倒的なんですけど、それをそもそも見に行くパーソナリティの人、あるいはそういったものをに対して積極的に情報収集する、嫌な情報ですね、自分の嫌な情報あってほしくないことについて、向かっていく特性が実はポイントなんだろうと思って、積極的な情報収集、リスク低減活動をしないのは逆に言うと科学的なんではなくて、積極的な情報収集とかその義務も多分してないからだと、言った方がいいでしょう。でもちろんこういうことは非常に疲れる話です。お母さん方は8割ぐらいが7割8割がもう疲れた買い物のストレスが増えた。で原発避難者なんかだと結構離婚したとか、いう方も多いので、見てみると配偶者の関係はともかくとしても親戚とかその義理の親との関係とかぎくしゃくすることはまあ間違いないわけです。で、まあ、結局買い物 そのリスクというものをあるいはその注意するっていうコストを一人一人が払うっていうのはとても馬鹿げたことで、それこそリスクの社会化を本当はしなきゃいけない。ちょっと典型的なのがその、まあ、子供がいるお母さんたち、まあ、こっちの方がいろいろ気にしている人たち多いわけですが、この人たちは人前では喋らないようにしている。これ結局友人関係や、まあ、家族関係がギクシャクするからですね。まあ、これが震災直後の行動で、上縦軸が最現在の行動ですけどもね、子供のいる人たちのグループはまあ上にあって、いない人が下にあって、で異変がありっていう人は、ね、茨城でも千葉でもこの辺で最初の頃もリスク回避してたし今も回避してる。で情報がこういうチェルノブイリについて勉強したっていう人も平均値を取るとこの辺だ。それに対してね、チェルノブイリの情報を知らないとか子ども被災支援法を知らないとかいう人とか、あるいはその異変がないという人の平均を取るとこちらに点が固まる、こんな風に分かれているわけですね。でこの大多数の人が一見見かけ上は何も気にしてないように普通の今までの生活を続けているように見える、そのことがこの少数派にとっては非常にプレッシャーになるわけです。ですから黙る、黙ると黙ってる人を観察して、あ自分があれちょっとこれはと思った時でも思考を抑制してしまう、こういう循環が、まあ、生まれていると考えられるわけです。この中で重要なのはさっき言った健康被害を直感している人たちは動かないということです。こういうのは社会運動で少数 あの一貫した少数派と言われる人なんですが、その、まあ、宗教的な理念を信じてたり革命の理想を信じてたり、そういう人たちは動かない。で動かない人たちがどういう形で波及、他の人に波及するか、これによって、まあ、社会が変化するかしないかが変わってくるわけですが、体調変化に関してはですね、まあ、全体で言えば3割、茨城で3割あるいは千葉で2割の人が変化があったと答えてるわけです。で、まあ、鼻血は一番多いですね。それを否定する、ね、総理大臣が否定する時点でやっぱりリテラシーある人はおかしいと思わないとおかしいわけですね。なぜそれを否定しなきゃいけないんだろうか。というかその甲状腺検査を震災後子どもに受けさせたか、子どもや孫に受けさせたことがある人とない人で、まあ、ある人100人ない人600人のグループそれぞれで見てみると、ある人あるグループでは
ですね、異常ありという人はあるグループだけに甲状腺の異常あるという人はいました。だから、まあ、あの声がかすれたとか疲れたとかいろいろあるかもしれませんが、おそらく検査をしないとわからない部分だとは思いますので、検査はした方がいいと思います。ちなみに、どんなことを受けた検査を受けたことがある人はというと、エコー検査が主で、血液検査は茨城で何人かいる。こういったものも結局中止になっているような期間があるかどうかですね。さて、でこれですけども、あの健康調査を増やしてほしいものっていうと、まあ、エコーに中かなり回答が増えるんですが、先ほどと違ってここや血液検査や尿中の方、まあ、あの尿検査なんかも増えるわけです、ね。まあ、ここはほとんどの人が賛成するので、運動として見ればここをテコに血液検査を盛り込んでいく、あるいは心電図を盛り込んでいく、学校の健康診断なんかはかなり自由裁量が効くようなので、各自治体でそういう、まあ、心電図検査なんかそんなコストがかかるものではないですから、やっていけばもう少しですね、気配りできるんじゃないかと思います。ちょっと時間